チだったわね。なんでもレミリアのところはいろいろとバタバタしたんらしい。それはそれは芸能人が何かをやらかしたくらいのハプニングだったらしいわよ。芸能人や有名人はそれなりに顔が知られているから何か些細なことをしでかすとすぐニュースや雑誌で取り上げられるわ。そしていろんなところから何か言われてしまう。それを言われても平然と平静を保つのもなかなかのものよね。ガラスハートなメンタルならやっていけないことだわ。最近は、野暮な出来事とか増えつつあるし、いじめとかも急激に加速している。そんなことがあるととても平和的に思えないのも幻想の消えた現実ってもの。せちがらい気持ちはわかるけど、人が不甲斐に思うことは絶対にしちゃダメよ。苛立っているからって。まあ、最近ではそういうことを抑制させるための活動もあちらこちらで増えてきているみたいだよね。最終的にいじめとか争いがない純粋な世界に変わるといいけど、人々が一つのものにかける以上、争いという概念が消滅しないかもしれないわ。まあ、私、ひなが言うにそういうことはなるべく起こさないでと強く言いたかったわけなの。まあ、今回の動画と何か関係あるかって言われても全然ないけど。そういえば近頃、ヤンデレっていう感じのちょっと変な女性が増えているそうよ。ヤンデレからの聞いたこともないワードがネット上では話題沸騰らしい。私にしちゃ、ヤンデレが何なのかさっぱりだけども。今回話す内容もそのヤンデレよ。あるところに一人の男性がいたの。その男性はいたって普通の男性で、これといったチャームポイントもなければイメージ的にもあんまり目立たない、どこにもいそうな感じの男性。で、その男性は普通に会社に勤めている普通のサラリーマンだったの。ただし彼はまだ結婚しているわけでもなくまだまだ独身。あまり長所が表に出ないせいか周りから高貴な目で見られることはほとんどない。任される業務も普通のもので資材を置いたりと雑用が多いみたい。こんな仕事をしていると余計にいい印象がないと言っていいのかもしれないわね。でも、彼こそ心底焦っていたわ。それは早く彼女を作って、夫婦になることだった。周りの上司らはすでに妻子持ちが多く、彼自身も20代後半。そろそろ結婚を考えないとならない時期だったの。しかし、恋愛したいものの、なかなかチャンスも訪れない。彼女を作ること自体もいつかの夢みたいなものと思い、ただただ仕事に打ち込み続けるだけの日々。そんなに続く日々が自分に極楽を与えているかさえわかりもしなかったわ。もう結婚というものは諦めてアラフォーでやっていくつもりなのかしらね。ある日、彼はまた会社に行くところだったの。彼は毎日電車に乗って通勤しているわ。今日も何事も進展が生まれないと思いつつ、構内に入っていこうとしたの。すると、そこでうずくまっている女性がいることに気づいたの。よく見るとその女性は服がボロボロで泣いていたの。まだ朝の時間。人が多い時間帯なのに誰も彼女に触れていないのは妙に変だったそうよ。こんな朝早くに襲われてしまったのか。頼るあてもなさそうに見えてしまい、そのまま素通りしてしまおうと思ったの。面倒ごとに絡んでると会社に遅刻しちゃうからね。なるべく目を合わせないように彼女の横を通ったの。すると、彼女は男性に声をかけてきたわ。ちょっとだけでいいのです。駅員さんに言えませんでしょうか。もう、足をくじいてしまって動けません。お願いします。どうやら、女性は足をくじいてしまってたの。でも足をくじいたのになぜ服がボロボロに破れてしまっているのかしら。女性は男性が横通りすることをわかって彼に声をかけたのかも。このことを駅員に話したいけれども足がくじいているから誰かに頼むしかなかったわけね。先ほどから色々と声をかけているのですが、誰も聞いてはくれませんでした。あなた様に声をかけて、気づいてもらえてなんとか助かりました。どうか、駅員さん。
にお願いします。さすがに困っている人は放ってはおけない。男性はすぐに駅員に女性がホームでうずくまっていることを伝えた。すると駅員は女性との対応に回っていったわ。男性はここで見守っている時間もなかったので、すぐに電車に乗り込んでいったわ。それから仕事に集中していたわ。女性があの後どうなったかをあまり気にしてはいなかったそう。そして今日は定時に帰り、会社を出ようとしたところ、なんと、今朝、駅で出会ったあの女性が立っていたわ。なぜ、会社の前で誰かを待っているかのようにいるのかよくわからなかったそうだけど。今朝、どうもありがとうございました。駅員さんに言ってもらったおかげで無事に病院へ行けました。あなた様に言ってもらわなかったら、一時派どうなるかと。命の恩人様です。どうやら、病院で手当てをしてもらったそう。女性が元気になっていることを確認した彼はほっと一安心。すると女性箱へ行ってきたわ。今日は本当にありがとうございました。あなた様に救われました。ですのでお礼を申し上げますの。どうか私とお付き合いしていただけませんか。突然付き合ってほしいと言ってきたの。お礼にしても、突然そんなことを言われたから男性も戸惑っていたわ。でも女性派もう付き合う感じでいるの。彼女ができなかった上に突然の告白。男性はそこから引き下がることはなかった。この際だから彼女との交際を深めることにしたのよ。それから彼女と付き合い、順調に共に暮らしていけると最初は思っていたそうなの。いざ同棲してみるとそれは違っていた。なんと彼女は必要以上に束縛してきたの。外に出ようものなら目の前に立ちふさいだりしていたわ。もはや彼を家に監禁していたわ。彼女は俗に言うヤンデレだったのかも。あの時に助けてもらって付き合うことができて嬉しかったのだけど、一緒に暮らすようになり大好きな彼がどこかに行くことがさぞ嫌だったのかもね。ふふ、今日は何をいたしましょう。一人で外出なんて危険ですからね。なるべく二人で楽しめることをしていきましょう。ふふ。もう、会社にだって行く必要もありませんからね。お金がなくとも愛さえあれば生きていけますから。大丈夫、大丈夫ですからね。あ、あと、一つ報告したいことがございましたのでしますわ。実は、昨日、あなた様が眠っている間にあなた様の、大切な大切な心臓をいただきましたの。この心臓、はあなた様の大切な思いと私の愛がたっぷりと詰まっている。ですからね、こちらで大切に保管していただきます。その代わり、あなた様はもう動けません。代わりに私がお世話いたします。逃げられないことを承知の上で。キャッカ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 ー。